今福島県の海沿いの方に来ています。知っている方もいると思うんですが、ここは2011年に起きた東日本大震災によって原発事故が起こった場所です。で、現在ここは帰還困難区域に指定されていて、訪れることはできるけど帰宅や宿泊は困難というところです。で、今回はそんな帰還困難区域の現状を見てこようと思います。ただ震災跡がどうなっているかっていうのが全くわからないので、現地の人に聞いてみて立ち入りできる場所には入って現状を見てこようと思います。この病院は使ってなさそうな感じ。ちょっとね、手入れされてない感がすごいよね。この辺もそう、こういう普通の道もやっぱ何もしなかったらこうなるんだね。この辺とかもやばい、ね、すごいね。原子力災害伝承館に来ました。ちょっとここでいろいろお話を聞いてこようと思います。すごい敷地が広い。車をちょっと止めて、はい、降りて、はい、歩いていいかどうかっていうのは、なんかどこを見たら判断ですか？そうですね、占領的な問題で、車、バイクは OK ですけども、自転車、歩行者はダメっていうのは、この看板が出てございます。はい、基本的に看板に何も書いてなければ、そうですね、それかバリケードでもう入れないようにしてるか、どちらかでございます。はい、ありがとうございました。失礼します。今ちょっと説明してもらったんですけど、ピンクのラインがもうそもそも入れない区域、うん、紫は車だけ通っていい、うん、灰色は、人が歩いてもいい、うん、でなんか更新されてるかもしれないから、その都度看板を見て判断してくださいっていうことでした、ね、この薄い紫のエリアが今もまだ人が帰れない地域。薄い、意外とこう山の中もまだダメなんだね、やっぱ風向きが重要なんだろうね、だからこう海風でこういう風に放射線がいっちゃったんだろうね。あー、そうだね。バリケード、はい、双葉駅に着きました。はい、今双葉町の駅近辺を歩いてます。これもうほら木がひしゃげちゃってるもん。ここ東電だから原発の近辺で働いてた人が住んでたのかもね。でももうなんか人の気配が全くない。正直めっちゃ悪いです。こちらは空間線両立系。こちらは帰還困難区域により手入れができず傷んでしまった建物。タイルが剥がれていたり地割れしていたりと、双葉町はまだこのように震災の爪痕が残っている状態でした。中はどうなってる？ほら、ゴミ箱が倒れてたり、傘立てとか。本日は休館日ですが、もうここになってる。取れちゃってる。足の鍵は。さあ、これほら。
斜め乗ってる。斜め乗ってる。多分病院の駐車場なんだけど、もう雑草が生えすぎちゃって何も手がついてないって感じ。もう長いことここで放置されてるっていう感じがすごい伝わってくる。これは福祉センターかな。だいぶ人がいなくなって時が経ったように感じます。もうすごい枯れてる葉っぱも。結構この辺はなんか地震があった時そのままって感じ。あ、ここもなんかシャッターがすごいぐちゃぐちゃになってる。シャッターがすごいことになってる。こちらは双葉町にある消防団の施設。これも震災当時の時間のまま止まっています。ここは薬局かな。もうガラスも割れちゃってる。こんな感じで建物にペイントしてあるところが多い。その家にバリケード張られてる。大野駅に着きました。ここは福島第一原発から最も近い駅です。なんかね、大野駅自体は新しくて綺麗な感じ。駅には空間線両立系があり刻々と数字が変わっています。ここは降りちゃいけない家です。うん、雑草が生い茂ってる。この辺の道もだから手入れしないとこうなるってことね。え、平凡な道でもやっぱちゃんと手入れしてるから普通に保たれてるね。閑散としてるね。ちょっとゴーストタウン化はしてるね。でここで×になってるのはもうこれ以上行けないっていうエリアなので、ちょっとその近辺まで行ってみます。家の前はほとんどバリケードだもんね。このバリケード、ここから自転車通行ができなくなります。この辺は営業してるのかな。あ、してないだろう。うわ、こっちすごいね。してないでしょ。あ、してないね。してないね。かっぱ寿司はやってないね。岡駅は結構大きな駅、ね、路線バスも学生さんとかもいたよさっき。いた、うん、はい、富岡駅に着きました。ここまで来るともうだいぶ人通りも増えてきて普通の駅に戻った感じします。無人駅です。家になんかもう無造作に入ってる、うん、こうなっちゃうんだよね。11年も何もしないとこうなる。そうだね。誰かが手入れしてるから雑草がないって。普通の生活がいかにありがたいことかっていうのが分かるね。浪江駅に着きました。この辺は無人駅が多いみたい。もうね、ここまで来ると線量機も見当たらないので、そのぐらいもう安全ですよってことなんだと思います。ないよね、線量機。ないと思ったらありました。このぐらいです。見えるかな。
帰宅困難区域が終わってもう普通にお店も営業してます。なんかちょっと安心するね、こう営業してる店があると。ということで福島の原発帰還困難区域の現状を見てきました。東日本大震災から11年経った今も復興作業が行われていたり、地元に帰りたくても帰れない人がいるという現状にちょっといろいろ考えさせられました。私自身もまだまだ原発について勉強不足でわからないことも多いので、日本人としてしっかり目を向けていかなきゃいけない問題だなと改めて感じました。で、個人的には福島の食事もすごく美味しいし、人も温かいし、まだまだ行きたい場所もあるので、またたくさん福島に行きたいと思います。